プロ野球、日本ハムの大谷翔平投手、21、が5日の巨人戦、東京ドームで、プロ野球の歴代最速となる時速163キロ、球場表示の球速を記録した。4回1四満塁の場面、打者のクルーズに対する4球目で記録した。従来の最速は162キロで、マーク、クルーン、巨人、が2008年6月1日のソフトバンク戦、ヤフードームイコール現ヤフオクドームで記録し、大谷も14年10月5日の楽天戦、札幌ドームなどでマークしていた。だが、その時は、大谷は記録に気づいていなかったという。試合後に、ファウルになったので手応えはなかった。空振りを取れればもっと良かったんですけど、と話した。結局この日は、巨人打線から10三振を奪って、完投勝利。打撃でも、3回に、儀比で追加点を挙げるなど、3打数1安打1打点と活躍した。大谷は、岩手、花巻東、志向から12年ドラフト1位で日本ハムに入団。プロでは珍しい投打の、二刀流、で注目され、昨年は、パリーグの最多勝利、15勝。最優秀防御率 2.24、 勝率1位7割5分の投手三冠に輝いた。では過去プロ野球で速球王と言われイメージできる投手をピックアップしてみよう。江川卓。江川投手は球史に残る速球投手。浮き上がるストレートと12球団で1、2のカーブ、精密なコントロール、9回に 150km を連発するスタミナの持ち主。単にストレートとカーブを投げ込むだけの投手ではない。小松辰雄。中日ドラゴンズに在籍し、球速は 150km を連発。ちょうどスピードガンが普及してきた頃で、スピードガンの申し子と呼ばれた。あのジャイアンツ王選手は、小松投手のストレートを引っ張れなくなったら引退しようと決めていたとのことで、偉大な選手のバロメーターだったことも。その通り、1981年のある試合で小松のストレートを流し打ち。本当にそのシーズン限りで王選手は引退。伊良部秀樹。平成の名勝負、演じた元祖最速男。清原和博、当時西武、との対決は、平成の名勝負、と言われたが、そのきっかけとなったのが、1993年5月3日の西武戦、西武球場、だ。前年まで5年で13勝の投手が、日本球界の4番打者に、直球勝負を挑み、158キロを2度掲示、2球ともファウル。これは、日本人投手の当時の最速記録で、怖いと思った、と、清原に言わしめたほど。清原さんだからこそ、投げられた、と返した伊良部と清原の真っ向勝負は、以降、プロ野球界の最もエキサイティングな対決となり、先発に定着しきれていなかった伊良部は、翌94年からは3年連続2桁勝利で日本を代表する投手となった。なお、公式戦ではないが、94年の球宴では、前世、松井秀喜、当時巨人、相手に159キロを記録している。クルーン。クルーンが投げるとチームは勝つ、というジンクスが生まれた。2007年シーズン最終登板となった10月8日の対東京ヤクルトスワローズ23回戦、横浜スタジアム
では161km をマークするなど圧巻の投球を見せた。チャップマン、キューバ、オルギン州オルギン出身のプロ野球選手、投手、左投げ左打ち、 MLB ニューヨークヤンキースに所属。2011年4月18日のピッツバーグパイレーツ戦では球場の表示で106マイル、約 170.6 キロをマーク。しかし、テレビ中継の表示では105マイル、約169キロ、その他 102.4 マイル、約 164.8 キロと掲示され、公式記録としては認定されなかった。本人は、調子は良かった。でも、スピードのことなんて気にしないで投げている、とコメントし、監督のダスティ・ベーカーは、彼は、休み明け、106マイルを出しても不思議ではない、とコメントした。この年の最高球速は 103.4 マイル、約 166.4 キロ。その他に、沢村栄治、金田正一、山口隆、村田兆治、江夏豊、藤川球児、五十嵐亮太、松坂大輔、ダルビッシュ、田中将大など、そうそうたるメンバーが揃っていますが、皆さんの一番は、